皆様こんにちは、バーディーラッシュアワーです。まずは皆様、チャンネル登録が先日600人を突破しました。ありがとうございます。今後とも有益な動画を作ってまいりますので、よろしくお願いいたします。そして、YouTube 初めて2ヶ月、早くもネタ切れということで、今回は当チャンネルに何回もご出演いただいている J-PRO。J-PRO がアプローチの極意をレッスンしてくれるということで、皆様にお伝えしていければなと思います。かなり有益な内容になってますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは J-PRO、どんな意識でアプローチを打ってるんですかね。ボールがあると、その周りを、ほうほうほう、まあ、ラインの状況がすごく悪くなければ、だいたいどうですかね、ボールの周り10センチぐらいを適当にザバザバーとこう入れるような、こういうようなイメージ。ボールが？ボールがあって、ボールがあって、ボールがあって、ほうほうほう、これをここからこの間にしっかりこうカツッと入れるイメージではなくて、ではないんだ。ではない、ではない。ボールの手前10センチくらいからザバザバって入って、あとこの辺りですか。その辺りですね。この辺りから入れていくイメージ。そうで、大事なのは、手を使うとすごくこうクラブが急に、ほうほうほう、手を使うとすごくクラブが急に入りますね。ああなるほど。クラブの軌道、ヘッド軌道が急に入りますね。そうするとやっぱり滑りにくいので、この10センチ手前から入れて、はい、10センチ手前から入れて、ダフっちゃわないんですか。まあ、ダフる、まあ、簡単に言うとダフりながら打ってるっていう感じですね。はあ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 。ダフりながら打っちゃう。ダフりながら打つ。うん、もうカツッと入れない。カツッと入れない。イメージはもう全部大体。確かに、あれですよね、アプローチ苦手な方とか、うん、まあ、ちょっと一歩過ぎ身の方ってどんどん球が右に寄って、うん、で右に寄せ当てたい当てたいですよね。当てたい当てたいで、この間に入れよう間に入れようで、ああなるほど。それよりかはこう発想の転換というか、もう大体でいいんだよっていうことを。そうそうですね、まあ、大体でいい時がほとんどなので。なるほど。まあ、ライが沈んでたり下が泥だったり、はあはあ、そういうとこやっぱりこうアバウトに入れるのは難しいんですけど。なるほど。大体芝が生えてれば、はあはあ、この時期はもう全部大体でこう滑っちゃうんで、でバンスがあって、はあはあ、バンスがあってこう滑っちゃうので、はあはあ、まあ、どうしても右に置くとクラブのバンスがこうシャフトに角度がついてなくなる状態なんで、はあはあはあ、そうだとちょっとこう刺さりやすい。なるほど。うん、だからこう最初からもうダフらせる準備をしようってことですか。ダフらせる準備、うん、そうですね。はんはんはん。ダフらせる準備をして、ダフらせて距離感を作るってことですか。距離感を作る。なるほど。で、まあ、なんでこんなことをするかっていうと、こう緊張自分もするんで、その時にこうあまりこうきっちりきっちり入れる練習してると、うん、そればっかり集中しちゃうので、はんはん、難しくなっちゃうんですね、アプローチが逆に。難しくなっちゃう。アプローチが苦手な方っていうのはどうしてもこうきっちりここに入れようとしますよね、やっぱり。しかも閉じ気味で、はあはあはあ、きっちりここにこう上からこう、はあはあはあ、大掛けさやと上からこの間にこう入れようとしますよね。入れなきゃいけない、うんうん、入れないとダフっちゃう、うん、っていうイメージがこうつきすぎちゃってる人はやっぱりアプローチそんなにこう、うん、得意じゃない。なるほど。うん、逆にこうイメージが先に行って、うんうん、ピンとか、うんうん、どこに落としどころするよっていう人は、うんうんうん、やっぱこう向こう側にこう意識が行くので、なるほど、多少ダフったりとか、うんうん、そういうことも気にしずに。だからアプローチが上手い方っていうのは、うん、だからそのコンタクトに主眼を置くんじゃなくて、うん、距離感に主眼を置いてるってことですよね。スイングじゃなくて。そうですね。多分そうだと思う。僕の考えだとそうだと思う。なるほど。だからそれが苦手な方はまずは当てたいコンタクトって思うから、うん、余計距離感も出ないし、うん、当たらないっていう当たらないし悪循環になってくるんですよね。自分がこうこもるじゃないけど、向こうに全然意識がいってない状態で打つから、いつまでたってもこう距離感も作れないし、うんうんうん、
ていうことが起きてくると思います。なるほど。まあ注意点としてはこうイメージの問題なんですけど、こうザバザバザバっていくんだけど持ち上げない。持ち上げるってバンスってどうしてもこう跳ねるのと滑るのってこうギリギリのところで、自分がこう上に向かってこうスイングすると結構こうバンスが上に跳ねちゃってこうトップになってるとかするんだけど、こうクラブを上から下に振り下ろす中でなだらかにっていう感じの軌道を自分でイメージして、あとはダフる練習を数打つ。なるほど。体と体で分かっていってもやっぱダフることに脳が慣れてないと怖いですもんね。ダフることに慣れないとこの練習とかこのアプローチはちょっとできるようにならないから、抵抗ありますよね。どうしてもダフるの抵抗はあるけど、芝って意外にこんなに滑るんだっていうのを自分で理解できれば、あとはもうすごく簡単、超簡単。